なんか見たことない。なに。うん、やばい、バランスを崩しそうだ。やめてよ。長押しで体勢を取り戻す。踏ん張り中。頑張れ、頑張るんだ、たけし。行きます。この暗闇嫌な感じがする。暗い場所には長くいない方が良さそうだ。よし。これ暗くなくても、暗くなくても無理じゃね？でも、あ、でも、明るい場所におったときなんか、青鬼に追いかけられる音がせんかった気がする。ってことは明るい場所には出てこれんってことかな、こいつ。もしかしたらそうかもしれない。光に弱いとか。そういう弱点があるのかもしれない。よし、行こう。ほら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 、明るい場所におったら寄ってこん。そういうことね。じゃあこの光から光へ移っていけば。ほら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 、そういうことや。え、これ誰か倒れてない？人？これ。お、おい！さっき助けを呼んだのはおじさんかい？結構な大声で叫んだんやね。こんなとこから聞こえるって。まだ生きてる？あ、何か喋ってる。ミカ、ミカ？ミカを知ってるんですか？ミカもこの島に？船。死んじゃダメだ。く、もう息をしてないようだ。誰？ミカのお父さん？え？誰だよ？おじさん誰？そんな謎を残して亡くなられても困るんだけど。え？そしてこのなんかちょっと綺麗な状態の絵が気になる。何これ？オフ？オンは？え、オンは？ねえねえ、オンは？動かせないし。なんや、オフって。え？何？意味がわからない。特に怪しいものはない。え？じゃあここは関係ないってことか。あっち側に行くしかない。まっすぐ行ったら普通にぶつかった。ちょ、もう一回。光ってる場所はどこがある？あっち側は？邪魔邪魔邪魔。君邪魔よ。あっち側に行きたいんやけど、こっちから行った方がいいんかな。はい。あ、この周りの薄暗い部分もダメってこと？はい。はい。え、ちょっと待って、行けないんだけど、どこに行けばいいのこれ。もう光がないんだけど。こっち？でも一応こっちになんかあるからあの端っこになんかある。難しいな。この、暗闇にいたら捕まるっていうのが。はい。来るんじゃねえよ。このぐらいの位置？行きます。明るいよ。ここ明るいからね。ここに何かがあるん、ないの？引き出しの中を調べてみた。何かある。空のペットボトルを手に入れた。空のペットボトル。何に使えるんやろ。あとはもう何もなさげか。え、待って、ここセーブできないの？マジで？マジで？あっち側にもなんか光があるんやけど、え、ここさっき行ったとこ？ちょ、なんかそういうのがいまいち、ちょっと待って。ちょ、そういうのがいまいちわかってないけんさ、ちょ、空のペットボトルを持ち帰れない。空のペットボトルを持ち帰れないぞ、私。くんなしい。明るい。あ、ここ下に行ける？もしかして。あ、ここの部分下に行けるんか。じゃあ、あっち向きに戻っていく必要はないってことかな。空のペットボトル、はい、オッケー。これで、何ここ？ちょ、とりあえずセーブする。とりあえず新たな場所に来たらとりあえずセーブする。はい。オッケー。そして、これは何？何これ？え、何これ？全くわからんねえけど。え？何？え、ここまで来たけど、何これ？空のペットボトルなんか関係ある？誰かのポイ捨てだろうか。ここでは使えない。関係ねえ。え、じゃ、この場所まだ関係ないってことやん。なんなん、どこ行けばいいん、ちょっと。やめてよ。
ダメだな。どこかしらで水が汲めるような場所があるってことよね。これでこっちから来よる間に多分一匹しかおらんってことやろこいつ。オッケー。あれじゃない、一番最初っていうか、なんか最初らへんにさ、水のあるなんか井戸みたいなとこあったことない？なんか蓋もないし水があるけん、この井戸には隠れられないみたいな。でもそこで水汲んでなんなんやろ。さっきのあの竹みたいなところに注ぎ込むんかな。どういう意味があるかはちょっとわからんけど全くもってわからんけど、とりあえずちょっとペットボトルに水を汲んで持ってきてみようか。あ、ちょっと待って、戻った戻った。どこだ？そして隠れられる場所がちょっといまいち私把握できてないけん怖いんよね。一応こっちの右の方に井戸が、私が何度も何度も使った井戸がある。ここじゃない？枯れてない井戸。ここで空のペットボトル。井戸の水を汲む。身を乗り出したペットボトルに井戸の水を入れた。水入りペットボトルを手に入れた。これで、あの竹の場所かな。でもあっこに注ぎ込んだけんなんなんやろ。全くわからんけど。ま、違うかもしれんけどね。あっこに注ぎ込むわけじゃないかもしれんけど、一応ね、でも何かしらはあるはずやけん。はい、これで、ここに注ぐ。関係ないかな。水入り、十分な水が入っている。使えんやん。何？どこで使えばいいの？どこで使えばいいんですか？え、あの、燃えとった扉のところとか、燃えとったっていうか、あの、熱くて開けれんかった扉のところとかかな。もうなんかいろんなところありすぎてさ、どこがどこかちょっとよくわからんくなってくるんやけど、あ、こっちか。ここやね。ここ、何？あ、びっくりした。びっくりした。ここでなんか水入りペットボトルを、ペットボトルの水で熱されたドアを冷やした。なんとかこれで開けられるかもしれない。開けられる？はい。ドアを開けます。でもこういう時間がかかるような仕組みになっとるのは多分青鬼が出てくる可能性があるってことやな、途中で。よし。やっとドアを開けることができた。開けれたっぽいけんセーブしとこ。なんか出てきそう。こういう嫌な感を当たっていただきたくないわ。はい、これで。お、額縁を手に入れた。これはあのなんか上下に絵があったおじさんが死んだところかな。よし。向かいます。またあの暗闇の中進んでいかんといかんのか。めっちゃ嫌やん。どこやっけ？こっち？よし、頑張っていこう。あれ、下のところよね。はい。からの？はい、ここか。多分ここで、額縁を使う。上品な装飾が施されている。使った？額縁が壁のくぼみにぴったりとはまった。ん？額縁にはまっていた石が落ちてきた。青い石を手に入れた。ふんふん。これで何なんやろ？オフ。やっぱりオンは別にない。あ、この石あの竹のところに、形ぴったりじゃなかった今。ほら、多分、不気味な輝きを放っている。なんか青鬼が解放されそう。違うかな。そんな仕組みないかな。多分、あの、私が水を注ぐとかわけのわからんこと、いよってあの場所にこれがぴったりはまる気がする。ってことは、まずあっちに行きたいんだけど、これこのまま横行けるってことかな。
助けて。ここに多分はめれる。青い石。くぼみに青い石をはめ込んだ。ぴったりとはまった。で？ん？で？あ、なんか出てきた。大廊下の鍵を手に入れた。大廊下どこ？え、大廊下ってどれ？あ、さっきのところかな。ここに来る手前のところ？なんか一箇所あかんところが。柱にかかっていたのか。あかんところあったよね、確か。え、どこ？こっち？この奥なんか行くとこあったっけ？あ、ここ？あ、ここか。大廊下の鍵を使った。場所が全くわからんわ。全くもってわからんわ。はい。セーブします。さあ、そして、なんか出てきそうな予感がするけれど、RPG 味を感じるね。でも玉座の間かと思ったけど全然違った。ここ何入力するんやろ。今のところ何もヒントとかないけんわからんけど、階段。お、外に出た。どこに行けばいいんだ？もうこれこそ迷いの森って感じやけど。こんなところで、お、なんかある。これは、あ、絵画を手に入れた。これ、あの、額縁のところに入れるんじゃない？え、もう私あの暗闇行くのめっちゃ嫌なんやけど。もう暗闇に行きたくないんですけど、私、ちょ、待って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 。やめてやめてやめて。あ、もう追いかけてこない？大丈夫？え？めっちゃ怖かったんやけど。びっくりしたー。アクアのスピード速いやつ出てくるんや。やめてよー。そして、ちょ待って。これあれか。アイテム、絵画。鬼が描かれている。古そうな絵だ。ここに貼り付ける。壁にかかった額縁に絵画を飾った。で？何かなった？よく似ているが少し違う絵が上下に並んでいる。間違い探しか？タッチオン。ん？タッチオン。間違い探し、間違えとる箇所をタッチしろってこと？違うかな。どこ間違い。どれ間違い。ちょ、全くわからないんだけど。ん？てか、なんか微妙に画面動きをらん気のせいかな。え、なに？何が違うの？全くわからないんだけど。え、何も違わなくない？え、どこ違うの？え？え、一緒じゃ、あ、角がない。ここや。8861。8861。これを入力したら、入れるってことかな、さっきのとこ。あの、大広間みたいなところ。よし。待って、怖い。マジでここ苦手なんだけど。よし、これで、行きましょう。なに、8861やったっけ？8861。多分。多分。でもなんかこんな大々的な場所ってさ、入力した途端に何か現れそうじゃない？超怖いよね。よし。じゃあちょっとセーブしまして。はい。8861。覚えてるの間違っとったらどうしよう。よくあるけんな。怖い怖い。はい、じゃあここに8861。ほっ、扉のロックが解除されたようだ。いけるー。なになになに、なんだこの部屋。ガタガタガタ。お、落ちたら終わってしまう。え、うわ、なんか下にめっちゃおるんやけど。キモっ。確かにこれは落ちたら終わるよ。
頑張って。これ落ちることとかあるの？なになんか見たことない。なに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 、うん、やばい、バランスを崩しそうだ。やめてよ。長押しで体勢を取り戻す。踏ん張り中。頑張れ、頑張るんだ、たけし。進め。あ、なんか落ちとる、あっこに。これ落ちることあるの？マジで。ちょっと怖いんだけど。超怖いんだけど。よっしゃー、小さな箱を手に入れた。なに、ウェイ！ちょっと待って、これどうすればいいの？渡ってくる、これもしかして。うわー、来るやん。ちょ、待って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 。ちょっと待ってって。これは追いつかれそう、追いつかれそう、追いつかれそう。死ぬかと思った。ガタガタガタ。これは戻ってきて正解やったってこと？え、これどうしたらいいん？進んでいいのこれ。え、これさ、渡っていったらまたなんか渡り終わったところにまたなんか鬼現れたりとかするんやない？大丈夫？え、でもなんかバリバリって言ったよね。壁から出てきたってこと？ってことは、ここに、あ、進んでいけるんか。ふい。怖いわ。よかった。生きてる。私生きてる。ん？いけんくね？え？いけんくね？これ。え？いけないの？なになになに？奥にはない。なんもないんかい！マジで？何もないの？わざわざ戻ってきたのに？どういうことよ。なんかさ、一箇所、開いてない扉があるやんか。あっこは、どうやって行ったらいいってこと？ここ、ここ、ん？ここ？ここじゃないわ。この奥や。ここは、どうやって行ったらいいの？鍵とか別に何にもゲットできんかったし、ほら、鍵がかかっている。さっきゲットした、このアイテム、小さな箱。ボタンが押せそうだ。あ、マジで？そういう感じ？あ、鍵出てきた！マジで？鍵を見つけた。地上通路の鍵を手に入れた。地上通路ってどれ？ここ？え、ちょっと待って。セーブしよう。セーブしよう。はい。セーブしました。で。ああ、開いた！開いたよ！で？お、なんか、森の中に出てきたけど。何？鍵をかけられた？誰に？くそー、奥の扉から出るしかない。逃げるしかない。何、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 どこ、どこ、どこ？誰がどこから来てるの？え？誰？待って、ちょっと君、誰？めっちゃなんか海賊みたいな格好してんやけど。え？待って、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 怖い、怖い、怖い、怖い。何？この穴何？ちょっと待って。何すればいいのこれ。なんか、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 これ、ボタンを押す。はい。スイッチを押した。なんか一瞬ガクってなった。あいつ、なに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 、え、ちょっと早くない？追いつかれよらん？え、めっちゃ追いつかれよるってこれ。あほら、追いつかれよりやん。たけしはブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。ただのブルーベリー色の巨人なん。よっしゃ、来い。これでとりあえず、じゃあこっちのスイッチ、これもスイッチってことか。これを押してみたら、はい。何？どうなったの？何もどうもなってなくない？ちょっと。何？何なの？やめて、来ないで。来ないでって。そう、え、もうボタン押せない。こっちからしか押せんってことか。くる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 。ちょ、待って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 。追いつかれる、追いつかれる、追いつかれる、追いつかれる。ちょ、待って、これはさ、来ないで、来ないで、来ないで。こっち、こっち側は？こっち側はなんかある。あ、扉がある。早い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 、早く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 。来た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 。よし、出口だ。行けた？走らないと。は、は、もっと走らないと。は、は、走らないと。大丈夫。だいぶ走ってきた。はあ、もうダメだ。もう走れない。この島は化け物だらけで、逃げ場所なんかないんだ。諦めるなよ。みんなはどこに？ガタガタガタ。あれは建物？遊園地か？誰かいるかもしれない。行ってみよう。
お、え、これでさ、あの、前にアイナがいた時にさ、たけし倒れとったよね、入り口んとこに。そこに繋がるってこと？ちょ、待って、セーブしよう。セーブしよう。はい。え、あ、ここで何があったの？何かがあって倒れたってことよね。電話使えない。ん？え、誰か走り寄る、誰か走り寄る。誰？誰だ？ミカか。あ、なんか懐かしいな。あの置物壊したよね。壊したっけ？壊したような気がする。えぇ！はぁ、もうダメだ、もう走れない。はぁ、はぁ。ギャー！え、これで、あのシーンに続くってこと？え？え、どうなったの？え、たけし編完、ミカ編に続く。え、やば！マスクを手に入れた。このマスクに変更しますか？あ、じゃあ、変更しようかな。します。ほい、ということで、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、あれで、あの、たけしが倒れとったシーンに繋がったってことよね。なんかね、ヒロシ編以外のみんな、なんとか編って全部死んでいくってことか。めっちゃ悲しいんやけど。やば。